皆さん、こんばんは。声ちゃんと聞こえていますでしょうか？あ、すごい、もう1190、1200人以上の方が。声大丈夫ですか？聞こえてますかね？大丈夫ですかね？しのりなが来るまで、ちょっと待ちつつ始めたいと思います。こんばんは。改めまして、皆さんご参加いただきありがとうございます。祝日の今日いかがお過ごしでしょうか。仕事だったって方もいらっしゃるかもしれないですね。あ、しのりな。わあ、お疲れお疲様。れ様でーす。タイムのフリース着てるの？フリースを、ちょっと最近ダウンが多かったんですが、久々に着てみました。ていうしか、のりな、なんそかれ。渋いですバイね。私の背景渋いなと。掛け軸みたいなのあるけど。俳句が書いてありますね。ね、和室のところだね。和室会議室というかね。和室会議室です。私は、シマエナガちゃん、ちょっと、ね、明出て日もます朝早ね。いけど、来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はインスタグラムとツイッターのスペースから同時で生配信を行っているんですけどね。スペースの皆さん、聞こえてますでしょうか？スペースの皆さん、聞こえてますか？私、スペースやるの初めて。ね、スペースやるの初めてですね。すみません。なんかイヤホンの電源が落ちていたみたいで、あ、ちょっと初めてのライブ配信でバタバタしております。失礼いたしました。あ 失礼しました。と和室今会議室日もし、です。大きなニュースとかがあった場合は、もしかしたらライブ配信終了する可能性があるので、すみませんが、ご了承ください。たくさんコメント来てますね。来てますね。あ、聞こえてますって。聞こえてますね。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。背景渋すぎってきてます ねえ、そうですよね。ちゃんちゃんことかも用意してある。はんてんが、はんてんを着るほどの寒さでは現状ないんですけども。久しぶりに見たよ、ちゃんちゃんこ。あと、みこかたんもつありもます。ね。あ、みかんもあるの？ もう、おあと、ばあちこゃたんつがあ家れ仕様ば。みたいな。完璧だね、こたつあったの。いっぱいコメント来てる。あ、もう、1500人以上の方が来てくださってあら、ますね。すごわあ、ありい。がとうございまありがとうございます。す。嬉しいですね。スペースの準備が今。できたようですね。スペースの準備。ありがとうございスペーます。スはね、音声だけなんで、ちょっとまたラジオみたいな感じで楽しめると思いラジオテイストで。ます。うん。今、ハッシュタグで、ツイートも追っていきます。はい。ハッシュタグ、めぐりなライブですね。この配信中もコメント確認してるんで、皆さん、じゃんじゃん投稿してください。お待ちしてます。ちょっと待って。しのりなが退出しましたね。ちょっと不安定なのかもしれないです、電波が。じゃ、ちょっと待ちつつ、趣旨説明をしましょうかね。ね。今日なぜライブ配信を行うかと言いますと、ザ・タイムの放送が今日で実は100回目を
迎えました。本当に視聴者の皆さんのおかげです。いつもありがとうございます。落ちてしまいました。あ、戻ってきた、戻ってきた。よかった。すいません。ちょっと今ね、趣旨説明をしてたんだよ。あ、ありがとうございます。あの、ザ・タイムの放送がね、100回目を迎えたっていう、今日結構記念すべき日なので、はい。しのりな、1回目のこととか覚えてる？ 1 回目は、何か、何らかの、なんだっけ、地震かな？イレギュラーな中継だったんですよね。確か、私は。で、金曜日で、そうだった。いきなりこう、外、新宿とかの駅のそばから中継だったのは、覚えてます、スタジオはどうでしたか？もうなんか、お祭りみたいになってて、気づいたらお祭り。わーってなってる間に終わってたイメージ。ねえ、なんか、10月だから、そんなに時間経ってないのに、ずいぶん前のように感じますね、100回って。ねえ。それから、しのりなは、数々のラーメンを食べ。はい。名店のラーメンを。朝ラーメンとか、しのりながね、作ってくんじゃないかなって思ってる。うん。あ、今日のラーメンは鍋ラーメンでしたね。うん、はい。鍋ラーメン、そう、鍋でお持ち帰りできるラーメンね。うん。美味しそうだった、すごい。趣旨説明の途中だったんですけど、100回目記念っていうのと、プラスで、ね、しのりなのツイッターフォロワー2万人突破。私のインスタグラムのフォロワーも4万人突破。ザ・タイムのフォロワーも4万人突破ということで。この記念でもあります。ありがとうございます。ありがとうございます。やったー。しのりなのツイートいつも。うん。ツイッターはもうはい。朝の、今日、ジェーンスーさんのラジオに、TBS ラジオの代打で行ったんですけど、常に背景が暗い中、すごい満面の笑みで朝ごはんを食べているインスタっていう言われました。本当にね、美味しそうに食べてるのよ、しのりなが。お腹すくの、あれ見てると本当に。いや、嬉しいです。そうそう。あ、そうだ。大事な、プレゼント説明もしないとですね。そうですね。今日は、ちょっと過ぎてしまったんですけどね。はい、バレンタインですもんね、しのりな。バレンタインでしたね。うん。先週か。はい。皆さんにプレゼントが当たるという企画も今回用意しています。今日は先週発売したばかりのザ・タイムのグッズも皆さんにお届けしますので、皆さんぜひ、お楽しみに。番組ファンの皆さんにはぜひ。ぜひ、届いてほしいね。はい、うん。あ、コメントで、日本一ラーメンを美味しそうに食べる女子アナ。間違いないです。本当ですか？間違いないです。他に比較対象が、どういう。だからもう、しのりなだけの道を今開拓してる。唯一無二だよ、本当に。うん。ありがとうございます。よし、じゃあ、どうしますか？ツイッターの方のコメントとかも読みますか？ツイッター、あ、1回目おめでとうございますっていうツイートが。あ。二大体制で、スペースとインスタ両方見てる、くれてる方もいますね。ええー、嬉しいです。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、明日のタイムのトレンドワードに入れたいって。それはちょっと身振りが重い。ちょっと、ここまでのこうビッグなトレンドを作り出せるかどうか、ちょっと、相当な暴露話をしないといけないですね。バズったらのデイリーランキングで、安住さんが、なんか、9位とか10位あたりで、巡りのライブって言って、始めた。
シュールな感じになりますね。その絵は見たいですね。うん。あ、じゃあ今日結構1時間で、タイムスケジュールがキツキツな感じなので。そうですね。インスタの方とツイッターの方のコメント拾いつつ行きますか？はい。の方に。あ、裏、あの、タイムの裏話的なのは、あの、私結構スタジオの様子がわかんないんですよ。基本やっぱりオンエアと同じもの、うん、視聴者の皆さんと同じ立場で見ていて、あの、特に、ま、視聴者の方結構ツイッターとか見てると、スタジオこんな感じなんじゃないかとか、うん、結構、シマエナガちゃんのバタンの音がとか言ってる方もいるんで、なんかこういろいろ想像は膨らませてると思うんですけど、何かこう、スタジオならではのエピソードってあったりしますか？うん。まあ、でも、この、シマエナガちゃんが帰ってく時のバタンの音は、本当に、なんか誰かが倒れたんじゃないかっていう、こう事件性を感じる音が、すごい勢いで帰ってくから、ちょっとね、振り向きそうになるのを我慢しながら、あの、シマエナガダンス応募してくださいみたいなのを言ってる。で、こっちでこう、すごい大きな音がしてると。うん、そうなんですね。多分ね、お家に帰った後にバタバタみんな準備をしてるんだと思う。その音がちょっと。そうですね。オンエアに乗っちゃってるかもしれない。うん。さすが、もう、まるで夢の国のような、素晴らしい説明。シマエナガちゃん、もう遅刻しちゃう、遅刻しちゃう、みたいなことですよね。そうそうそう、そう。もう、早く学校行かなきゃ、会社行かなきゃって、そういうのが思います。結構します。あと、あずみさんで言うと、あの、一回オンエアで、注射器で IC カードを手に埋め込むみたいな、その説明をする回があったんだけど、ハンドクリームをつけすぎていて手が滑ってキャップが開かなかった。多分あの、ありましたね。TikTokとかインスタに載ってると思うんだけど、これは本当に、1週間で1本使い切るぐらいの勢いで結構ハンドクリーム使ってる。え、一週間で、うん、安住さんは一週間で一本ハンドクリームを使い切るぐらいの勢いなんですか？うん、え、そう、なんか、同じものを使い続けてるわけじゃないから、あれ？また変わった、また変わったっていうのがあって、うん、多分、始まる前と終わった後以外にもつけてるから、消費量結構あるんだと思う。そん、え、大丈夫なんですか？原稿めくるのとか。大丈夫なんですかね。逆に、でも、つけてた方がやりやすいのかな。かちょっとそこは、詳しく聞いてみたいですね。そうだね。今度、ハンドクリーム事情。ハンドクリームについて聞いてみます。メグさん、いつもその、隣で、うん、こう、お仕事されてて、安住さんが、やっぱりここすごいなって思ったこととかってありました？もちろん、まあ、いつもそうだと思うんですけど、うん。なるほどね。でも、こう、台本に書いてあるところから、ちょっと、こう、自分の言葉に変換して伝えると、もう、絶対にそれがなんか、見てる方が楽しくなるというか、面白い感じになるから、うん、もうなんか、それって、すごいなって思いながら隣で聞いてる。うん、あの、パンダのできる人いないだろうなって、うん。そうですよね。あの、メグさんが、あの、パンダのコーナーで、あずみさんがその、取材、テレビの取材を受けるにはどうしたらいいか講座があったじゃないですか。うん、それでメグさんが実演したとき、うん、あれってどういう、うん、もうその場でドンで、打ち合わせなしでって感じだったんですか？あ、どういう経緯で？打ち合わせのときに、まず、あずみさんが、こういう感じで、みたいな。演出家、あずみさんが、うん。はい。演出をつけてくれて。はい。パンダのぬいぐるみを持つみたいな。で、多分あれ、タイムトゥデイ中だったから、タイムトゥデイの CM、タイムトゥデイの明けか、VTR 中に、あの、うん、演出というか、また、リハーサルやって。
もう一回みたいな。監督が。結構ギリギリまでやって、それで、はい、本番みたいな。でも、そんなに練習できなかったから、ぶっつけ感はあった。いや、あれ、やっぱり、素晴らしい連携というか、うん、なかなかこう、他の番組では見られない内容で、面白かったですね。結構、多分、視聴者の方も反応がすごいあったような。パンダ講座のやっぱ人気が高いですよね。そうだよね。うん。やっぱり、安住さんのパンダ愛というか、安住さんの演出がやっぱり、すごいなって思いながら。厳しいんですか？食らいついていこうって。厳しくないよ。厳しくない。大丈夫。楽しんでやってる。楽しんでまた劇団アズミ見たいっておっしゃってるコメントの。ね、なんかコメントでたくさん、はい、パンダタイムのこと触れてくださって。またやりたいですね、劇団アズミ。ぜひやってください。じゃあね、そろそろ一つ目のプレゼント企画いきますか？そうですね。では、いきます。まずは、メグーのハートをつかめ、カメラロール写真館。わー。わー。ありがとう。二人しかいないから、ね。これ、寂しくなっちゃう。人間かさないと。こちらはですね、ザ・タイムのインスタグラムで、事前に、皆さんのカメラロールにある、美味しいものの写真と、可愛いものの写真募集したんですね。うん、で、そのお題の中から、私としのりながいいなと思ったものにプレゼントを送らせていただきたいと思います。ちなみにめぐさんは、じゃまず美味しいもの好きだっていうのはあるんですか、はい、食べ物は。美味しいものは唐揚げです。後ろに後ろに視線がちょっとあさっての方向向いてる。あれ？え？ちょっと待ってください。え？後ろに今いたものですか？それは。しまえなかった。後ろにいたものです。え？ちょっと、思ったより大きく感じる。こういうサイズ感なんですね。こういうサイズ感で。へぇー。残業してもらって、今日来てもらいました。ありがとう。なかなかね、出会う機会がないので。そうだよ。そうだよ。確かに。ちょっとこれ、私、消えて、しのりなとしまえながちゃんのツーショット、ツーショット。ファンの方、スクショタイムです。唐突に始まった、しまえながちゃんと私のスクショタイムです。え、もっとちっちゃいと思ってました。なんかこれぐらい、これぐらいかと思ってた。そう、意外と。へぇー。なんか肩に乗せるとこれくらいあるんだよね、サイズ感って。なんていうのね。コメント。20センチぐらい。はい。コメントで残業をさせられた上に唐揚げにされるしまえながって言ってる人がいる。唐揚げまさかそんな。え？震えてる。みんなのアイドル。震える。すいません、ちょっと脱線しちゃいましたが。はい。はい。では、美味しいものの写真見ていきましょうか。はい。たくさんね、皆さん送ってくださったんですよ。本当だ。これ、しのりな、いいじゃない？あ、美味しそう。これは、ラーメン。ラーメンです。ごっつりラーメンですって。塩ラーメン。確かにスープが透き通ってますもんね。コーンが入ってますね。え、これでも、地元がどこか気になる。うん、確かに。地元が気になる。もし、なんか味噌？うん。うん。もし、これを投稿してくださった方いたら、後で教えてください。しのりなが行きます。行きます。美味しそう。あとはね、わぁ。ちょっとね。わ、もうすぐご飯時だから。ちょっと。こんな。天丼。天丼。豪華ですね。これ、穴子ですかね。ねえ。随分立派な。
美味しい。横須賀にあるお店らしいですね。めぐさんは揚げ物系は何でも好きなんですか？揚げ物好き。揚げ物好きなんだよね。普通に食べる揚げ物。揚げ物好きです。とんかつとか。とんかついいね。はい。ロースいける？ヒレ、ロースも、あ、でもヒレの食べる方が多いですね。ロースもでも好きです。わかる。もうなんかロース持たれるようになっちゃったいや、わかります。でも、本当に、それは。いや、本当に早くないって言われるんだけど、そう、そう、もうハラミとかに逃げるんですよ。タン塩とか一旦挟んで。タン塩ね、タン塩いっちゃう。これ、これ、これ、美味しそう、これ。え？え？美味しそう。ローストビーフ。お肉。おー。美味しそう。美味しそう。いや、ちょっとお腹空いてきたな。なんかもう何食目かわからないですけど。お腹空いてきた。葉山牛。葉山牛か。食べたことない、葉山牛。あ、葉山牛。ローストビーフ丼だね、これ。ローストビーフ丼。なんかのりさんが。そう。はい。結構、葉山の、前なんかバナナサンドの番組に出られた時に、木梨のりたけさんが葉山の紹介をされてて、ここももしかしたら知ってらっしゃるのかな。寿司か。あ、のりさん、ご存知かもしれない。あとは、こちら。え？あ、これは美味しそう。麻薬卵。なんていう。これ今、え？すごい流行ってるよね。流行ってるんですか？そう、あの、煮卵を、これ、ご飯の上に乗せてるんだけど、この煮卵が、はい、ただあの、調味料を入れたところにつけるんじゃなくて、ネギと玉ねぎみじん切りにしたところにつけて、うん、よりね、ご飯に合うようにしてるのよ、これ。ええー。私なんでこう、知ってるんだろう、食べたことないの。え、流行ってるのを知らなかったです。すごい。流行ってるの。もう明日煮卵作ろうって思った。煮卵をネギと玉ねぎ。そうそう。煮卵って漬け込む。醤油とか、そうそう、みりんとか入れるじゃん。はい。この漬けだれの中にネギと玉ねぎを入れるんだよ。想像つかないけど美味しそう。あ、うん、ミグさん、唐揚げが。あ、え、ほんとだ、ほんとだ。唐揚げがありますよ。あらー、結構寄ってる写真。あらまあ。なんだろう、これ、醤油味とかかな？結構茶色く見えるね。そうですね。うん。10年以上食べてらっしゃるみたい。ミスターチキン。鳥、なんて言うんだろう。鳥地、鳥春。なんだろう。鳥春？鳥地。唐揚げか、美味しそう。わー、迷う。でも、あの、いいですか？ナンバーワン発表して。あ、はい、お願いします。キャー、タカ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 タ。じゃん！でーん！こちらの、ローストビーフ！ローストビーフ。本当に美味しい。わー。あー、これどなたの？こちらは、アカウント名。アカウント名って言って大丈夫ですか？せいや福蔵さんのお写真で、で、ちょっとコメントがいいんですよ。読みますね。はい。もう神奈川県にある旅館のローストビーフで、宿泊者以外のお客さんも入れるランチがあるそうなんですね。で、そこで食べた、葉山牛のローストビーフ丼。ローストビーフ、とろけるよねー。かっこ目覚めのいいね、斎藤アナ風。って書いてある。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらで。愛のある視聴者さんですね。いただきます。はい。いや、美味しそう。これ食べに行きたいね。え、私も行きたいです。
やっぱり決め手は、ね、どういったところですか？あ、行きます、行きます。やっぱり、今すごくお腹が空いていて、ローストビーフ、揚げ物も好きって言ってたんですけど、ローストビーフも大好きなの。うん。あ、出てるかな、ね、このね、赤身の感じと、最高だよね。美味しそうですね。ヨーグルトソースが結構ついてること多いから、ヨーグルトソースかな、横にある。気持ちが深い。美味しそう。美味しそう。うわー、おめでとうございます。プレゼントは？では、この投稿をしてくださった関谷福蔵さんには、こちらのタイムグッズをプレゼントいたします。わー！クリアファイルとマグネットとハスケースですね。うん。こちらの3点セットをプレゼントいたします。おめでとうございます。ありがとうございました。いや、全部美味しそうだった。ね、美味しそうだったよね。うん。ちょっとね、すでに時間がなくなってきてるので、盛り上がりすぎました。次。はい。かわいいものの話題いきます。かわいいもの。選んでいきますよ。あ、早速見つけちゃいました。お！パンダのお写真。わ！出ました。噂をすれば。パンダさんですね。こちらは、パンダさんですね、ぐんぐん成長中の上野動物園3兄弟の弟の長女、リンリンさんですね。かわいい。かわいい。パンダはいいですね。うん、後ろ姿が好きです、私は。双子パンダもね、見てみたいよね。うん、続いて。うさぎです。かわいい。あらー、これはうさぎちゃん。うさぎちゃん。現在6ヶ月のそらまるくん、ネザーランドドワーフという種類だそうです。かわいい。かわいい。ちゃんと体重計乗ってる写真を。楽しく乗るのすごいね。すごい。お利口だね。お利口。ね、まあ、ザタイムでかわいいものといえば、ね、シマエナガちゃん。こちら、メグさんの隣に鎮座しているシマエナガちゃんですけど、実は今回極秘でシマエナガちゃん資料なるものを手に入れました。え、知らん。知らん。何、何？ちょっと読んでみますね。これ設定が、設定が、やばい。ごめんなさい。シマエナガちゃんの、来歴をちょっと。ああ、シマエナガちゃん、たっか、同様、同様。シマエナガちゃん。シマエナガちゃんですね。北海道に生息してる鳥ですけども、ひょんなことから安住アナウンサーのカバンにシマエナガちゃんが入り込んで、北海道から東京に来ることになってしまったと。なってしまったと書いてますが。で、シマエナガちゃんは、安住さんから、日本中に時間を知らせる仕事をもらって、スタジオに住んでいるということなんですね。うん、なるほど。はい。歌が大好きな一家。役割もう一家で移住してきたってことですね。そうそう、一家で、TBS にね、引っ越してきてくれたんだよね。だから、パパエナガは、お仕事に行くときは、TBS から飛び立っていく感じになりますね。そうですね。で、実はパパエナガは、一家のゴミ捨て担当だそうです。うん、ちょっと。ゴミ捨て、ゴミ捨て担当らしい。いや、大事だけど、ゴミ捨て。大事。ゴミを、あと、子供の送り迎えも。そう、そうですね。はい。そうだよね。確かに。学校に連れて行かないといけないからね。ちょっと今、コメントで。シマエナガラスカートとシマエナガ体質すみません、大事なシマエナガでは、メグさんの、はい、かわいいもの、かわいいものを選んでいきましょうね。はい、慎重に。いや、かわいい写真ばっかりですね。ねえ、うわ、猫ちゃんとかもいい。かわいい。なんと、あ、天使ちゃん。このシマエナガアイロンビーズ。アイロンビーズ。ハート持ってますね。アイロンビーズ。かわいい。ね、
アイアンビーズ懐かしすぎる、ちょっと。懐かしいね。やってた？小学生の時。やってました、やってました。かわいい。この送ってくださった方と、4月から小学生になる娘さん、一緒に作ったみたいで、なんか昨年末まで早起きが苦手だったんだって、その娘さん。でも、シマエナガダンス見て、早起き頑張れるようになったんだって。なんと。じゃあ、シマエナガちゃんにもっと踊ってもらわないと。ね。そうですね。これ。これ、かわいい。あ、かわいい！シマエナガファミリー。シマエナガ。すごい。これ何ですか？ぬいぐるみじゃなくて、粘土で作ったシマエナガファミリーのチャームなんだって。うん。カバンとかにつけられるようになってるんだ。なんと。器用ですね。あ。待って。しかも、これを作った方は、インドネシアから作って、日本のお友達に送ってくださったみたいですよ。あ、インドネシアから届いたシマエナガファミリーです。インドネシアの方のお友達が日本でシマエナガファミリーが大好きで、うん、プレゼントしたっていうことなんですね。うん、すごい。よくできてますね。かわいい。かわいい。いやー、どうしよう。いや、でも、やっぱり、はい。このファミリー、ベストワンにしてもいいですか？おめでとうございます。はい。いや、これは、かわいいですね。本当にかわいい。ぜひ、インドネシアで放送できるようにしてほしいですね。ね、ワールドワイドになっていく。ワールドで。世界のニュースまとめがあるからね。各国のニュースはいただいてるから。インドネシアとかいい。こちら送ってくださった、カシヤ、フイさん。いいんですかね、読み方。には、私が選んだプレゼントをお渡ししたいと思います。こちら。ステンレスのタンブラーです。タンブラー、おー。なんか今、キャンプとか、ね、外でできることが流行ってるから、このタンブラーをぜひ使っていただきたい。あと、なかなか持ち手がついてるものって少ないと思う。あ、そうですね。これ持ってこうやって運べるのいいなと思って、これを選ばせていただきました。わー、おめでとうございます。ぜひ使ってください。おめでとうございます。おめでとうございます。これ、当たった方には、公式 SNS から連絡が行くという形になるんですよね。はい、そうなんです。こちらからまた連絡を差し上げますので、皆さん待っていてください。わー、おめでとうございます。ということで、皆さん。はい。続いてですね。はい。続いての企画の方に移りたいと思います。はい。続いてはツイッター企画です。しのりなを笑わせろツイッター大喜利。なんか、毛色がちょっと。あれよいしょ。ザタイムのツイッターで大喜利を募集したんですが、それぞれのお題の中で、いいね面白いねと思ったものにプレゼントを送らせていただきます。で、お渡しするプレゼントなんですけど、これは番組グッズかな？はい、番組グッズをプレゼントします。うん、で、ちょっと内容見たんですけど、はい、結構面白い。ね、結構面白いですね。秀逸な、やっぱりこう番組愛を感じる内容でもありましたので、ちょっと一つ目のお題から見ていきます。はい。まず、一つ目のお題はこちらです。絶対にシマエナガちゃんが言わなさそうなセリフを教えてください。絶対にシマエナガちゃんが言わなさそうなセリフを教えてください。うん。で、回答方法ですが、お題を引用リツイートして、大喜利の答えに、
ハッシュタグ、めぐりなライブをつけて投稿してください。はい。お題のツイートが公式アカウントでされているので、それを引用リツイートしていただければと思いますが、もうすでに結構いろんな答えが出てるんですよね。はい、ね。はい、今この瞬間も投稿してくださってますね。すごいな。すごい。これ結構、このお題に関して言うと、シマエナガちゃんの、こう、名を借りて、みんながこう、安住さんに言いたいことを言ってるというのがいい。あずみーからこう、始まる何かを、皆さん考えてらっしゃいましたね。確かに。安住さんに届けかもしれない、ね。そうですね。シノリナだったら、どう答えますか？いやー、もうやっぱ、でも唐揚げ関連、どうしても唐揚げ関連になってしまうんですが、唐揚げたくなっちゃう。多かったですね。結構でも難しいですよ。これ結構フォーマットがあるじゃないですか。うん。だからこう、そこにみんな合わせてきてるなという、面白いのたくさんありましたが。では、はい、私がアカウント名を言ったら、この絶対にシマエナガちゃんのお題を読み上げていただけますでしょうか。はい。で、私がその回、セリフを言うという形でやっていきます。はい。はい。はい、楽しみ。それでは参りましょう。乙部朝日さんの回答です。絶対にシマエナガちゃんが言わなそうなセリフを教えてください。良くない作家さん入っているよね。これはもう番組のヘビーウォッチャーの方ですね。そうだね。しかもクロストークの時に川島さんにあれが言われてたね。そうですね。もう最後の最後までしっかり見てらっしゃるという番組を感じます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして続いてこちらです。犬さんの回答です。絶対にシマエナガちゃんが言わなそうなセリフを教えてください。ネットニュースに出てくる TBS 関係者ってやつ、あれ全部僕。やめてよ。もう結構特にアナウンセンターの面々が一喜一憂しているような謎の謎の記事。TBS 関係者って何なんだっていう。誰みたいな。君かっていうね。シマエナガちゃんがやってるとしたらちょっとあんまり責められないかなっていう。そうだね。はい。ちょっと範囲が広いですね。では続いていきます。アカウント名、J ムーブさんの回答です。絶対にシマエナガちゃんが言わなそうなセリフを教えてください。あずみー、来週はクリーニングに出されるので休みます。どうぞ、休んでください。お風呂ね、お風呂ですよ、皆さん。クリーニング行かないよ。いやでも確かにシマエナガハウスから出てくるの、一回目から見てる方わかると思うんですけど、はい、まあ、だんだんちょっとね、灰色チックになってきてるんですよね。ちょっとだんだんね、だんだん。うん、確かに、鳥さんはそんなに、ね、頻繁にお風呂に入らないかもしれないけど、ちょっとね、お風呂が必要かもしれない。クリーニングで。そうですね。うん。うんはい。では、もう一つ紹介して、ベストツイートを発表します。はい、では、最新のものなんですが、鈴木俊也さんの回答です。絶対にシマエナガちゃんが言わなそうなセリフを教えてください。あずみー、あんまり僕のこといじめると、香川さんに倍返ししてもらうからね。怖い。怖い。香川さんの倍返し。でもなんかこう、謎にシマエナガちゃんを安住さんがいじめてるみたいな構図はなんですかね。別にいじめてる感じではないような気がしますけども。うん、まあ、とにかくもう、香川さんとシマエナガちゃんが仲良しで、香川さんがシマエナガを守る会の会長でいらっしゃるから、うん、やっぱりもうそこは、
こうなっちゃうんだと思う、シマエナガちゃんの中で。そうですね。ちょっと微妙なこう立場の違い、三角関係。三角関係って言ってもダメですけども。シマエナガちゃんを巡って、いろいろ。いや、面白い回答ばかりで。いや、面白い。悩むね、ベストツイート。悩むなぁ。うん、いや、これは、悩みましたが、はい、絶対にシマエナガちゃんが言わなそうなセリフを教えてくださいのベストツイート。来週はクリーニングに出されるので休みます。こちらを、ジェーム部さん。はい。これはちょっとリアリティがあるっていうのと、確かに。ギリギリ言わないかなっていうところで、番組グッズセットをプレゼントします。中身少し違う、先ほどのメグさんのと違っていまして、このマグネット付箋は一緒なんですが、モバイルバッテリーと、それからクロスメモ、この3つをプレゼントします。中に、あれ、はい、中にシマエナガちゃんの柄のものもあります。おめでとうございます。いやー、これはでも難しい。すべてベストにしたいですが。ね、そうだね。では、次のお題に行きます。はい、二つ目。はい。続いてはこちらです。写真で一言。これ覚えてますか、皆さん。SNS 班にさ、しのりさんいじられてない？もっと大きな声で言ってください。もっと大きな声で言ってくださいよ、もう。これはね、いつの時の写真ですか？本当は。これはですね、あったかグッズの VTR、うん、特集 VTR があって、うん、その後に、実際に中継先、まあ、寒いっていうのもあって、私が身につけた状態で出てくるっていう、うん、まあそういう仕掛け、うん、一つの仕掛けなんですけど、これ、オンエア上はサーモグラフィーの映像しか映ってないんですよね。なので、この、うん、私がこの格好してるっていうのは、実はテレビには全く流れていない。で、サーモグラフィーでこうなんか、ぼんやりこの辺が赤くなってるみたいな映像だけが流れていたんですが、実はこういう格好をしていたという写真ですね、うんうん。で、エンディングの駅中継のところでその格好のしのりなが突然出てきた。そうですね。突然。駅ウォッチですって言ってこう出てきたんですけども。渋谷駅前の交番前で。はい、これじゃあ、うん、皆さんの答え見ていきますか。はい。はい、まずは、面白いなぁ。笑っちゃってる。はい。鈴木雄さん。のツイートの回答です。写真で一言。リナンゲリオン6号機。これは、これも高度な、実は。すいません。これを説明しますと、この、私実はこのケーブル、マイクを有線のケーブルつけていて、うん、この腰のあたりから紐が出てるんですけど、これが、エヴァンゲリオンのアンビリカルケーブルという、その、電源を取るケーブルみたいだって言ってる人がいて、それを私がツイートしたんですけど、多分それを踏まえての高度な、はい、回答いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いただき。はい、で、はい、では続いて、ジラフ AK さん。写真で一言。マッチングアプリで変なやつが来た。ちょっと、マッチングアプリの変なやつ扱いしないでと言いたいところですが、この写真だけ見ると、まあ、これが来たら、ちょっと知らないふりしますね。一回、そうだね。一回帰ろうってなる。これでも多分おそらくマッチングアプリで出会ってるということは、説明してるんですよね、きっと。こういう格好をしていて、渋谷の交番前に、アイマスクと、青いダウンを着て、みたいな。TBS の暗証をしていて、みたいな説明をしてたら来ないでしょ、待ち合わせ場所に。なんとかったの、ちょっと、面白いなぁ。ギャグ線高いですね、皆さん。はい。
では、うん、もう一つ、パフェアンバサダー小泉亮介さんの回答です。写真で一言。当日は暖かい服装でお越しくださいと言われてやってきた人。まあ間違ってはないっていう。うん、間違ってはない、ね。でもこれ実はそんなに暖かくないんですよ。実はこれダウン脱いでて、はい、あの、こうフリースの上に、あの、うん、機械で温まるベストを着ているので、意外と寒いっていう。うん、そう、この、あの、グッズ自体は暖かいんですけど、うん、ダウンを着てる人と比べると少し防御力が下がっているんですね。こんなに重装備なのに。まあ、では、ラスト、次ご紹介します。はい。小松菜親分さんの回答です。写真で一言。で、漢字一文字。令和の令。ため息が出ちゃいますね。これは、うん、なんか私としてはそのいろいろ面白いのたくさんあったんですけど、うん、これはかなり斬新な視点。うーん、まあ、あの、命の令和版ってことです、ね。令和版でね。あいや、わかんない。ちょっと深読みしすぎた。足の前がね、そんなにクッと開いてないから、ちょっと令和っぽいよね。すいません、フォローありがとうございます。すごい。さて、ではベストを、ベストを、いやー、わー、迷うね。これ迷うなぁ、うん。ごめんなさい。ちょっと、うん、もう、あの、今読んでなかったんですけど、こちらでベストツイート。じゃ、クランチさんの回答なんですが、はい、うん、カーリング女子のユニフォーム本当にこれで合ってます?っていう。合ってるわけがない。ってないね、しかし、こう見えてないっていうね。一番大事なところ。はい。では、クランチさんにベストツイートしたいと思います。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。クランチさんには私が選んだこのプレートをプレゼントします。いい、やっぱりお皿で、この TBS の70周年のスヌーピーコラボのものなんですけど、これで美味しいものたくさん食べてください。確かに、しのりなと一緒に見ながらもぐもぐタイムしてください。朝食をこれでぜひ。はい。このプレゼントも、公式 SNS の方から、当選者の方には DM を送らせていただきますので、アカウントフォローしてください。はい、お願いします。ということで、4人の方、はい、プレゼントお渡しする方決まりましたね。改めておめでとうございます。おめでとうございます。そして今回選ばれなかった方も皆さんたくさんお付きくださってありがとうございました。ありがとうございました。本当に楽しい気持ちにさせてもらいました。コメントもたくさん来てますよ。本当ですね。欲しい、あ、またプレゼント企画もできるといいですね。ねえ、本当だよね。上の方プレートもね、慣れてないインスタライブね。こう画面を必死に今スクロールし、うん、あ、過去が、あ、すいません、同期の近藤過去アナウンサーが、ありがとう。いろいろ、あ、のりさんの出演交渉は。じゃ、叱るべきタイミングで。え、こう、のりさんが、なんかこう、はい。のりさんに、まあ、いつか中堅出てもらいたいなっていう話を、のりさんとしているんですが、こう、なんかこう、準備されてる感が、こう、うまくないような感じで、かつ、大量のタイミングでっていうのを探っているので、確かに。そうだね。なんかドア開けたら、札幌一番塩ラーメン食べてるのりさんがいたとかね。そういう感じの、もう、まさかここで来るかっていう感じで。
そう、ラーメン屋入ったら隣のお客さんがのりさんだったとかね。それも。なんかあっという間でしたけど、ね、皆さんライブいかがだったでしょうか。お疲れ様でした。この後何時間後に寝るんですか？そうだよね。今は何時間後に寝るんですか？もう、寝られる体勢を整ったら、寝るまーす。すぐに寝られるね。はい。でもちゃんと寝てるので大丈夫です。皆さん。楽しかった。ありがとうございます。やってほしい。いや、ありがとうございます。嬉しい。またいろいろできたらいいですね。ねえ。楽しかったですよ。わ、嬉しいコメントたくさんありがとうございます。嬉しい。ツイッターでも、パチパチとか、いろいろ。出してくださってます。いや、なんかこんなにさ、こう、生の感想をいただきながらお話しできる機会ってないじゃん。そうですね。で、ラジオも、リアルタイムで見られるけど、メールを紙でいただいて読んだりするから、うん、なんか新鮮だった、すごい。で、今回プレゼントとしてあった、こちらのタイムグッズたちなんですけれども、TBS ショッピングで皆さん購入することができるので、皆さんぜひチェックしてみてください。スクショタイム。あ、ちょっと、結果的にこの二人の今日の富士山みたいになってた。はい。あとね。さっきしのりなからもあったけど、第2弾のグッズも制作中なので、こちらも見てください。はい、いや、なんか、名残惜しいですね。名残惜しいですね。あっという間だった、ちょっと。あっという間すぎて。ね、大喜利もね、いっぱい紹介したかったですが。ね、最後はシマエナガちゃんと。しのりなと3人で一緒に。はい。ファイブショット。ファイブショットね。ツイッターとインスタグラムと TikTok、ザタイム、公式でやっていますので、皆さんぜひフォローお願いします。お願いします。しのりな、ツイッターもインスタグラムも、こちらもやってるので、そちらもフォローお願いします。お願いします。皆さん、次は倍やりましょうっていうコメントがありがとうございます。倍。倍やりましょう。3時間ってことあれ？あと4時間やったのか ?2 時間。1時間。1時間。では、皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。また、ザ・タイムでお会いしましょう。また、明日、そして、メグさんはあさって。あさって、ザ・タイムで。会いましょうね。